今回のシティ戦のアーセナルの守備そのだからもう、ハーランドに2対1でずっとつけちゃう状況にシティがしてることが問題ですね。そのあの次、センターバックにずっと足元でボール受けさせられたらきついよね。いや、だからもう本当、今期のシティは、もうペップが戦術より芸術をやってる。美しいかどうかみたいな。 勝つかどうかでやるのが戦術で美しいかどうかとか自分が見たいものとか自分が伝えたいことやるのが芸術ですから戦略的に強い選手たちを集めてうん芸術をやってるね戦術やり飽きたのかなみたいなトゥエルの発言は分からなくもないけど周りに悪影響しかあっでも結構ああいう感情的なね人というかまあ日本人が感情だから あの日本人は感情を出すっていうコントロールが苦手なんですよね。であの、まあ、ヨーロッパ人にもよるだろうけど結構ね向こう特にあのラテンまあトゥエルはラテン系じゃないけどもう向こうの人たちは基本的に抑えるのが苦手だよね。余計なこと言っちゃうみたいな。日本の場合余計なこと言わないけど言わなきゃいけないこと言わないみたいなのもあるから。感情を出すのも感情コントロールだからね。 デブライネはあれっすね、もうやっぱ桃ラやって、ね、それがね、まあその後復帰してからそうだけど、やっぱ守備のプレスのところでね、どうしても反応遅いのあるよね、年、ね、齢のせいかもしんないけどね。アルテタがペップのコーチしてる時代に、アルテタが将来監督になって自分と対戦することを確信してたペップが、自分の哲学を教えるけど弱点を教えなかった話ってます。ええー、それいい話ですね。 弱点ってなんかこう自分が思ってる自分の弱点と人が思ってる自分の弱点って違いますよね。いちいち弱点の話なんか僕周りしないですけどでもね多分でもみんながみんなねレンだったり笠原君とかあのドキュメントに出てるね子たちみんな皆さんここが弱点だなっていうふうに思ってるところそれぞれあるしそれは本当に全部弱点だと思うんで。<laughs> 逆に自分が思う自分の弱点みたいなのは、ちょっとナルシズム入ってて本当の弱点じゃなかったりもします。まあそれでも僕、シティ4連覇全然あると思ってますけどね。あれさ、あの、そういう絶世のところでさ、シティのことめっちゃギャラガーに言われてさ、ペップがさ、あ、まあ、あの、彼らが優勝するの一番難しいの知ってると思うよみたいな。まあ、皮肉言ったじゃん、優勝してないからみたいな。で、あれでさ、ギャラガーがさ、いや、115回違反してたら俺だって1回優勝してるわっていう。うまいこと言ったってなってんじゃん。115回、 違反してるっては、あの推定無罪のことは言えないけど、115回違反するぐらい補強するお金あるチームだったら、ギャラが残ってないなっていうことは考えちゃったね。<laughs> ギャラが、キャラが、うん、キャラがは本当、あの気持ちある情ゴメスみたいな感じだっていうかあの、ロブレン的な選手だったんで、うん、やっぱペップでもほっとけないんだろうな、そういうのな、ムカついてくんだろうな、もう俺も逆の立場だったら言いたくなるしな。 これはいいなと、新しいなって思わせてくれた監督、誰でってどういう現象ですかああ、まだ監督やってない頃っていうのもありますけど、あれですけどね。ペップの2歳サイドバック、センターバックとか、あと、あれか、ラングニックの、あの、4222のハイプレスとか。これ今、うちでやってるやつですね。あれが実際今のうちぐらいや,やってるかってと、そこまでは多分してないですけど。同歳ら,らしくては理にかなってますよね、現状のサッカーにおいて。ロングキックの方が難しいから。 あパスカットインそうだね。どっちかっていうと、ああいう、なんていうのかな、この、デゼルビーのレイオフとか、パスカットインとかみたいにあられて言ったの。ああいうのよりも、本当に実例的な方がすげえなって思うかな。これに、耳にかなくてんな。普通に、あれ、今のシティでは全然言われないけど、ハーランドをトップに晴らしてないのが好きっすね。ハーランドが、ここでずっと待ってりゃいいようなタイプのフォワードじゃん。違うなハーランド絶対こう、間に降りてきて、こう、ボールとか入る瞬間にひょこって現れて、ここでワンタッチはいたいたりとか、自分で仕掛けたりする こうするから、相手ここでハーランド受けさせたくらいが出てくるから、それで裏狙える。今、デブライネいないけどユリ、リアルバレスとかこの間のスペース使う前から。実はこれの、ここよりもここの方が全然得なこと多いっていうのって今はもう気づかれてないです。ペップ、ハーランドが5タッチで5ゴールしたいって、いや、タッチ数を多くしてもらわなきゃ困るって言ってたこういうことです。ペップはサッカーは楽しむなって言ってるけど、自分は無理。そうだ。まあ、サッカー楽しんでこうって言うけどさ、あの楽しめるかどうかって技術あるかどうかだからね。 楽しもうって言っててもトラップをミスりまくって相手にボール失う、相手にボール奪われまくったらね、楽しくないからね。それでチームの空気も最悪だし。そう、だから楽しむためには技術が必要だしね。だよく言うけど、ね、メンタル弱いのどうすればいいかって言って、ね、メンタルがぶれないぐらい技術とフィジカルつけるっていうのは早い話ですよね。自分よりレベルが低い人たちだったらメンタルぶれないじゃん。絶対に自分が勝つから。 っていう状況を作るしかないよね。だからロナウドはね、こんだけ練習してきたんだから、俺が負けるわけないみたいなメンタルでやってるっていうねた。ただね、自分に合うメンタルみたいなのがあって、逆にね、俺全然頑張ってないけど、このワンチャンを仕留めたら俺がすごいってことになるから頑張っちゃうみたいなやつの方がいけるみたいなのがあるから、自分に合った心の持ってき方を見つけるのが一番大事だと思いますね。なんかの話し合をしたんだよ。 ああ、ウォーカーが昔より体重不安になってきましたね、なんか。マルテ演技がすごくなったのもあるだろうけどね。で、あとあのー、あ、そう、あの話しようと思ってたんだ。ペップがさ、チームの緩みみたいなのをすごい気にしてるみたいな。そう、で、リコ・ルイスがさ、出てきてくれたことによって、で、リコ・ルイスにしっかり出番与えるじゃん。前半だけ出して悪かったら下げるけど、またすぐリコ・ルイス出してみたいな。ウォーカーがね、控えになること多いみたいな。ああいうのいいっすよね。大事。 結構ね、その自分の地位安泰ってなるとね、どうしても緩んじゃったりとか、そういうのあるから、すごいマネジメントとしてもいいなと思いました。であと、リコ・ルイスはすごいなんか頑張り屋さんで、サイドバックとしての献身性と、中盤入った時のベラッティ感の両方あるんで、今後もまだ伸びそうで、でクロスセードもそこそこいいから、リコ・ルイスはすごい、今後、リコ・ルイスのキャリア見れるのが楽しみですね。 私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。 ペップ最近マネジメントなら表に出てきてませんが、ジーズの件。あ、あのー、ジーズのやつは前ね、話したけど、あのジーズが自分が練習の時には使われてたポジションに、ね、ゼロトップにジンチェンコ使われたみたいな。で、実際ジンチェンコゼロトップじゃなかったっていう。まあ、そのぐらい選手がふわっとしてるもんなんですけど、あれだけ聞くとジ,ンジーズかわいそうってなんですけど、前日の練習で使ってた選手を当日使わないっていうのって、本当にペップだけに悪いとかあるのか。 例えば僕だったら前日の練習に、えー、トップに使ってた選手がやる気なかったりとか先日守問ないとか何かしらあった時に当日変えますから、うん、でそれをメッセージするしね、うん、その伝え方が悪かったりとかそれで選手が泣いちゃったんだらまたあれなんだけどあれ,あれを聞いただけであのペップ悪いっては言えないですよ、ね、そのジンチェンコ使わなきゃって思わせるぐらいあとはあ,のであれジンチェンコって言われてるんだよ違うんだよあれライバルベルナード・シューバーなの。 ジンチェンコはインサイドハーフから前に出てったりとか攻撃の時にツートップになってるだけで実際は4、1、2、3の3の真ん中はベルナード・シューバーなんですよ。ベルナード・シューバー降りるジンチェンコ上がるでゼロトップ2人みたいになってる感じで。ってなるとゼロトップにジェズス使った時の方がうまくいくかベルナード・シューバー使った時の方がうまくいくかってこういう見方するじゃないですか。で、あこれベルナードの方がうまくいくなみたい。な実際にベルナードをゼロトップ使ってる時が一番シティゼロトップシステムうまくいってるじゃん。 ってなると、じゃあ、ベルナードゼロトップ使ったら、インサイドハーフにジェズスンするかって言うと違うじゃん。で、ジンチェンコになる。で、あと、あれはジンチェンコに負けたみたいな報道になるんですけど、実際はあれ、ベルナードシルバーに負けてんですよ。でも、こういうのも全部一個一個説明しないと、ああいうふうに、なんだよ、監督って何のが選手だから。まあ、その辺はもう、ペポン喋んないだろうしねし。喋って得ないし。僕だったら喋んないことできますかね。<laughs> 自分のとこから出 <laughs> て言ってた選手がそういうふうに言ったとき、さ。でも、それで言ったことによってね、 真実は教えられるけど、例えば、実名出して批判とかしないじゃないですか、これ、僕の場合ね、選手を。これなんでかっていうと、僕のとこ来たくなくなるでしょう、他の選手は。あ,あいつのとこ行ったら、ちょっとダメだった場合、レオザフットボールは叩いてくるみたいな。だから僕は、あの、企業とか自分より格上の人たちには怒ったりとか、<laughs> そういうふうにするけど、それはある意味、僕が小物だから言えるだけで、自分の方が強くなったり、偉くなった場合、その場合、弱い者いじめになりますから。 で次に来る選手が大事だしね。だからクロップが絶対出てった選手を悪く言わないみたいに、僕もそこはなんとか理性で抑えようとしますけどね。どんなに自分に正義があったとしても。でもそれでも言っちゃったらごめん。<laughs> そこは僕の身近なところだと思ってください。ヒートマップ見てもジンチェンコ左右に下がって。そうで。このチャンネルなかったらというか、これ、ここで僕の話聞いてくれない、聞いてない人は、えー、ジェズスはかわいそう、ペップ悪いってなりますからね。 だから選手は好きかって言えんすよ、正直な話。だってその選手に価値あったら次のとこ取ってくれるし、なったったら、その上のカテゴリーがダメでも、下のカテゴリーでやらないかって声がかかるから。でも監督に関しては、あいつマネジメントできてねえとか、あいつ性格がりか、あいついるチームに行かないようにしようってなっちゃって、マイナス多すぎるから、かわいそうなんだよね。これ別に自己弁護じゃなくて <laughs>、ペップの話ね。だからリ,リベリーに何言われても、イブラに何言われても言わないじゃん。あの辺はペップ賢いんですよね。 頭悪い監督はもう言わなくていいこと言いますからね。その選手に関してね。ペップとんでもなくすごい監督ってのはみんな知ってるけど、レオさんの話聞いてると改めて化け物だと感じう,うん、いや、すごいと思います。で、まあ、ペップもあるって言ったらもその失敗から学びますからね。だから、成功か失敗かじゃなくて、成功か学習かにするから。なかなか難しいんですよね。失敗したときって落ち込むもんだけど、あ、これで一個大人になれたなって思うしかないからね。